お嬢に頼まれてたものは、あと、これとこれ。これでおしまいっすね。いやー、悪いっすね、先輩。お嬢の買い物に付き合わせちゃって。おっとと、すいません。今日は随分混んでるんすね。おぉ、なるほど。もうそんな季節になっちゃったんすね。早いな。先輩はやっぱ気になるっすか？バレンタインデーって。そりゃそうっすよね。一年のうちで男子が一番そわそわする日じゃないっすか。そんな強がらなくても。あれ？もしや何の心配もいらない系ですかね？さすがっすね、先輩。お嬢の慌てる顔が目に浮かぶ様子は。は？自分っすか？まあ、それは、多少はって感じっすかね。あ、いやいや、なんでもないっす。基本的にはあんまり縁のないイベントっす。そうそう。お嬢や瞳子先輩にはお世話になってるんであげてるんすよ。あげてるっていうか、もはやチョコレート交換会って感じっすかね。どう言っても、持って帰って各自食べるんじゃなくて、その場でみんなで。チョコレート試食会？チョコレートパーティーみたいなもんっす。いろんなチョコレートが食べられるんで、結構楽しいっすよ。バレンタインデーの元々の趣旨からは外れてるかもしんないっすけど、自分らで多少アレンジしちゃったっていうか、独自の進化、すかね。ああ、ダメっすよ！いくら先輩の頼みでも、これ、女子会っすからね。お嬢は賛成するかもですが、年に一度のパーティーっすからね。諦めるっす。こんちゃーっす、先輩。先日はお付き合いあざした。重たいものはみんな運んでもらえたんで、ほんと助かったっす。ったく、うちのお嬢は人使いが荒いんすから。あ、ところで先輩。自分、バレンタイン当日に先駆けて例のやつ、開催したっすよ。こないだ話したじゃないっすか。チョコレートパーティーっすよ。いやー、今年も多種多様なチョコレートを楽しんでしまいましたわ。バレンタインのいいところは、特設会場があることっすよね。普段それぞれの店でしか買えないチョコが、いっぺんに買えるじゃないっすか。おかげさまで、チョコレートパーティーもはかどるってもんすよ。今回は、持ち寄られた中から、これだという推しチョコも発見できましてね。じゃーん！思わずリピート買いしちゃったっす。当日近くなってくると、特設会場でも品切れが出てくるんすよ。あれ、今年の限定品みたいで、すっごい品薄だってネットニュースで見まして、慌てて押さえたんすよ。一個だけだったけど、買えてよかったっす。ってことで先輩、ハッピーバレンタインっす。自分の推しチョコ、どうぞ。これは、トモチョコってかぎり、というか、そういうやつなんで。はい、いつもお世話になってるんで、ぜひ、受け取ってほしいっす。ところで先輩、自分、そのチョコ、どうしても、もう一個食べたいんすけど。チョコレートパーティー